オッケー、復活。ちょっと待って。はい、エンジン停止、トラック変更。はい、オッケー。いやー、大変だった。でもここまで来たからね、あとはもう化石さえもないし、ただ行くだけだよ。ちょっと確認しようかな。農場でしょ？そしてこっちも農場なんだよね。はい、オッケー。ここまで行くだけ。いや、遠いな。いや、これ一旦回収できた方が早かった説あるんじゃない？まあでも来ちゃったからな。もう来ちゃったもんしょうがねえんだよ。じゃあ道を考えなきゃいけないね。はい、ということでちょっとルートを考えました。もうね、化石さえもないのである程度走れるだろうという想定のもとにですね、ちょっとこの配送庫に偵察に行くっていう、このね、放射性の化石っていうのがあるんですけど、これでなんか安全容器っていうのを積まなきゃいけないんですけどね。で、これがまだどんなサイズでどんな感じのやつなのかももう見たことないので、ちょっとそれを見ると。では、駅に持ってくのに4つ積まなきゃいけないので、まあ、もし、行けそうなら4個積んじゃう化石祭で、とかも考えている。で、日光の方はね、工場なんでここに戻ってこなきゃいけないんでね。まあ、最悪、スロット分の1個1個で2個だけでも、まあ、ちょっと積んでみようかな。ぐらいの感じですね。で、まあ届けるだけですね。まあどうかな。まあとりあえず行ってみましょう。おっと、厳しいか。エンジンかければなんとか。はいはい、まあこまめにオンオフしながら行きましょうか。もしかして化石祭がなくなった今ならこいつが前の方がいいのかな。少なくともアップグレードに関してはこっちの方が出揃ってる状態だったからね。いや、結構長い行軍になりそうだな、今回もこのスピードだと。1台で走れるスピードを考えたら2台体制はあまりよろしくないかもしれないな、タイミルだと。それとももっとトラックのパワーが上がってきたら有効になってくるのかもしれないけどね。ああ、もうここに入ってんだ。この道じゃない道ね。意外と広くて走りやすいんだな、ここ。そこまでぬかるんでもないというか、ちゃんと道だね。なんで道が描かれてないんだろうね。なんかこうショートカットっぽい感じだったんだよな。なんか川を遡ってってみたいな感じだったんだけど、ちょっとやべえ看板があるんだけど。マジかよ。入って大丈夫なとこなの？うわ、なんかすげえとこに出てきたぞ。鉱山だ。
ウラン鉱山みたいなことなのかな。街の入り口かな、ここが。一回この辺で横転したよね。石に気をつけないと。多分あの時石を踏んでみたいな感じだったんじゃないかな。ほらほらほら、このパターンでしょう。なるほど。いや本当に、あ、これ壊れるんだ。いやいや、廃工場っていうか、もう水に浸かってるじゃん。ひどいなここ。よいしょ。ああ四角いんだ。なるほど、こんな感じね。意外と傘があるかもしんないな、これ。ああ、こういう感じか。ちっちゃいね。意外と詰めるかな。いや、ちょっと大きいのか。なんかうまい積み方ができそうな気もしないではないけどね。なるほど、これ高さが低いから、なんかちょっと頭使えばいっぱい積めそうな気はするね。ちょっと今のところ思いつかないですけど、まあ2つだけでも持って帰ろうかな。結局また化石さえしてしまったな。さて、じゃあ歩を進めようかな。多分前半ほど荒い道でもないと思うんだよね。やっぱりここ道自体は意外とそんなに斜めならないかもね。広いし。え、なんか車がひっくり返ってない？何これ。いや、すごいことになってんな。なんだよここ。何が起きたの？ん？オッケー。これちょっと斜めってるな。てかさっきの廃工場のとこ雰囲気やばかったな。マップすごいよね、作り込みが。おっと。超えていく感じですか。なるほどね。
いや、もうぬかるみがひどすぎて全く動けないぜ。何かに引っかかってる感じなんだよな。何に引っかかってんだろう。この木の根っこみたいなやつかな。いや、氷の部分が引っかかってんのかな。泥に埋まって動けないってことなのかな。完全にスタックしたなこれ。こっちに抜けれるかな。若干向きは変わってる気がするけど、こいつで後ろに引いてみるか。あー倒れた。でもむしろその方が良かったかも。車高を下げてきちゃったからな。レモート、まあ、適当済みでいいからとりあえず乗せていかないとね。とりあえずいいわ。見づらい。あっちに抜けるんだね。あー落ちた。どうせすぐ横転するんでしょって思うとちゃんと積む気がなくなってくるな。こっちにのっけちゃうか。いや結構下るね。なかなかぬかるみがやばい。いやー車高を下げちゃったのがここで影響してんのかな。そもそもこいつマットタイヤじゃないっていうのもあるよね。やば。おおおどういうこと。信じられんぐらい沈んだんだけど急に。そんなことあんの。これ折れるよね。ねえびっくりした。何あれ。いや1台だったらアウトだったな完全に。いやぬかるみやばいなこれ。
ここでいいか。これあれだな、これだったら固定しちゃえばいいじゃん。ひどい乗せ方だけど、まあまあいいだろう。オフロードタイヤとマッドタイヤのトラックの組み合わせできたって感じだったのか。別に狙ったわけじゃないけど、意外とそれがうまく働いたのかな。いや、これちょっとやばいな。いけるかな。いや、やっと到着した。めちゃくちゃ大変だったよマジで。毎回このパターンだね。普通に行ってりゃ終わってるパターンだね。まあまあ、これはうまい。はい、こう貨物流通、よくやってくれた。約束していた報酬を受け取れるはずだ。完結ですね。はい、どうも。そして固定、いい、ほい。嫌な仕事。やあ運転手さん、この調子なら君とはいい友達になれそうだな。おほほほ、そんなこと言われるんだ。ありがとうございます。なんで嫌な仕事だったんだろうね。そんな嫌な仕事でもなかった感じだったけど。さて、あ、レンガ届ける？どこだ？沈んだ。あ、ここか。オッケー。ちょうどクレーン付きで来てるしな。ひとまず燃料ステーションに行こうじゃないか。